どうもこんにちは、山本石油の山本です。現在日本では水素をエネルギーとして利用しようとしていますが、2021年水素ステーションで水素がどれくらい販売されたと思いますか？実は400トンほどしか販売はされていません。燃料電池自動車が7000台ほどなので、妥当といえば妥当な数字となっています。経済産業省は後々には水素の供給量を何千トンという単位にしたいようなんですが、これは個人の消費の枠を超えた数量になっています。実はこの数字、水素発電があることが前提となっている数字なんです。逆に言えば、水素発電さえ普及すれば、それだけ水素の消費が増えるということを意味しています。どこまで行っても FCV の消費量というのは走った分だけです。 FCV で走る人が少なかったり、 FCV を持っていても走らない人が多ければ消費は伸びません。しかし水素発電は設置されれば発電のためにどんどん稼働します。その際に水素が消費されるんです。水素の消費とともに水素の供給量が増えていけば、もちろん水素の価格が下がります。これは末端の消費者価格だけではなく、供給の価格も下がっていきます。このチャンネルでは水素関係の時事解説や水素に関する企業へのインタビューなど、水素社会について少しでも知っていただけたらと思いますので、ぜひ今回も最後まで動画を見ていただけたらと思います。というわけで、今後の水素ステーションが普及するかどうかの鍵にもなっている水素発電に関して、とても前向きなニュースが出ていましたので紹介したいと思います。三菱重工、ジョージアパワー、米国研究所が世界最大の水素燃料混焼実証に成功。エジプトの大手石油精製会社のアレキサンドリア石油精製化学者と三菱重工は、今回エジプトで水素燃焼技術を導入する契約を締結しました。三菱重工では現在、水素発電でサスティナブルな未来を実現するとして水素発電技術を推し進めています。アメリカでは5億ドル規模の水素発電プロジェクトが進んでいるようです。実際に中身を見ると、大きく費用がかかるのは水素製造プラントのようですが、アメリカ以外にも EU でも水素発電事業は進んでいっています。では日本ではどうなのでしょうか？日本国内においても実証事業が行われています。2017年から川崎重工と大林組は、兵庫県神戸市のポートアイランドに水素ガスタービンコジェネレーション発電機を設置しています。発電容量は1メガワットです。また E-REX は山梨県富士吉田市に富士吉田水素発電所を設置し、2022年から本格稼働しているようです。こちらの発電容量は360キロワットです。なぜ神戸にあるものは発電機の設置であり、山梨県にあるものは発電所と表現しているのか、これはよくわかりません。もし詳しい方がいたらコメント欄で教えてください。技術開発に関しては、川崎重工、三菱重工などは言うに及ばず、太陽日産も水素燃焼に関する技術開発を行っているようです。水素発電の方式に関しても、水素のみを燃焼させるものと、三菱重工がアメリカで行う LNG との混焼があります。また燃やし方についても、水素のみ、混焼両方含めて様々なやり方や手法があるようです。こちらに関しては、今後どなたか詳しい方を見つけて、ぜひその人にインタビューをしてみたいと思います。さて、そんな水素発電ですが、もちろんデメリットも存在しています。まず一つ目に、現状では水素を大量に確保するための労力やコストがかかっているということです。グリーン水素の供給の少ない現在において、やはり化石燃料から製造する水素が基本となっているようです。で、現在はオーストラリアの褐炭を利用して製造した気体の水素を液体化させ、それを船で運ぶ計画も進んでいます。しかし、水素はマイナス 252.6 度まで冷やさないと液体化しません。
そして液体化させたマイナス 252.6 度の液体水素を温度を管理し運んでくること、これはとても大変な技術と労力が必要です。現在の計画がどの程度コストダウンにつながるかは分かりませんが、ぜひ頑張ってもらいたいと思っています。燃料電池自動車の話をしていると、時として再生可能エネルギーを使って作った電力を利用して水素を作り、その水素を使ってまた電気を取り出して自動車を動かすというのはどうなんだということを聞かれることがあります。実際これは言えて妙だと思っています。水素発電もコストや労力の問題を考えると、広い意味でエネルギー効率が良いかと言われると疑問が残ります。燃料電池システムは 35% から 60% 程度の発電効率があり、それに対して水素タービンによる発電は 65% を超える発電システムを開発しようとしています。この発電効率をどこまで上げられるのか、そして水素の製造効率をどこまで上げられるのか、これら2つをクリアすることで初めてエネルギー効率が良いと言えるのではないでしょうか。もちろんデメリットばかりではありません。水素発電のメリットは主に4つあると思われます。言うまでもありませんが、水素は燃焼させても CO2 が発生しません。天然ガスとの混焼した場合には、現在のところ 20% ほど水素を混焼させると CO2 を 7% ほど減少させられるそうです。そのため水素発電は環境に優しい発電であると言えるのではないでしょうか。実際にはその水素をどこでどうやって作られたのか、こちらの方が問題になります。再生可能エネルギーである太陽光や風力は天候の影響を受けてしまう発電です。ですが水素発電は基本的に天候とは無関係に行うことができますので、現在の再生可能エネルギーに比べると安定して発電をすることができます。現在の日本では大半の化石燃料を国外から輸入しています。水素発電が普及すれば、この大量に輸入している化石燃料を減らすことができるかもしれません。現在の原油の価格高騰などを見ても、化石燃料への依存度が高いと国際情勢などの影響を受けて致命的なダメージを受ける可能性があります。水素発電を普及させることは安定的な電力供給への一歩とも言えるのではないでしょうか。最後にこれが私自身一番関わりのある話かもしれません。現在水素の供給コストは既存燃料に比べて10倍以上とも言われています。経済産業省はこれを2030年には3分の1に、そして最終的にはガソリン燃料価格程度まで安くすることをクリーンエネルギー戦略に明記しました。水素を安くするためには供給網の構築や技術開発なども必要だと思います。ただそれと同時に消費を増やす努力というのも必要です。それも毎月まとまった数量の水素を消費する何かが必要です。そしてそのまとまった水素の消費に水素発電を経済産業省が考えていることは明白です。というわけで今回は水素ステーションの普及について、とても重要なポジションにある水素発電について少しだけ紹介させていただきました。実際水素ステーションの運営者の方々とお話をしていても、水素発電が普及するまでは水素の価格は下がらないだろうと見ている方も多いようです。水素発電のことについてはまだまだ調べ足りない部分が多いですが、水素発電の普及が水素社会の実現につながっていくことは間違いないようです。このチャンネルでは水素関係の時事解説や水素に関する企業へのインタビューなど、水素社会の実現について少しでも知っていただけたらと思います。興味を持っていただけたらチャンネル登録といいね、コメントなどをいただけたら大変励みになります。 Twitter やインスタもやっています。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ見に来てください。では今回もご視聴ありがとうございました。